皆さん、こんにちは。改善ベースです。この講座は、IE インダストリアルエンジニアリングの概要第2章、IE の全体像と代表的な分析手法です。第1章では、IE とは何か、目的や成り立ちを確認しました。第2章では、IE の全体像と代表的な分析手法の概要について確認をしていきます。IE 的視点で無駄を見つける目を養い、無駄を取り除く過程を通して人材育成と筋肉質な現場の構築を目指していきましょう。第2章では、IE における2つの分類。IE の基礎となる作業研究の全体像。IE の代表的な分析手法の概要。第2章まとめの順で学習を行います。それでは早速、IE における2つの分類について確認していきましょう。IE を学習していくと、多くの人はこのような印象を持ちます。たくさんの分析手法の名前が出てきて、わけがわからない。それもそのはずです。IE では、用途に応じて様々な分析手法があります。例えば、工程分析、運搬分析、動作研究、稼働分析、動作経済、時間研究、ワークサンプリング、標準時間などです。ここまで聞いて、ああもう無理だと思ってしまうかもしれません。しかし、ここで諦めないでください。それぞれを個別に覚えようとすると大変ですが、実は大きく2つの視点を押さえておけば、それほど難しくはありません。IE 作業研究は、大きく2つに分類されます。一つは方法研究で、もう一つは作業測定です。この2つ、あるいはその組み合わせに、さまざまな分析手法がぶら下がっているとイメージしてください。方法研究とは、最も良い方法を追求するための手法です。仕事の流れを改善したり、個々の動作の改善に活用します。方法研究に属する分析手法には、工程分析、動作研究、運搬分析、マテハンなどが該当します。マテハンとは、マテリアルハンドリングのことです。作業測定とは、作業時間を定量的に測定するための手法です。現状分析や評価、見積もりに活用します。作業測定に属する分析手法には、時間研究と稼働分析などが該当します。時間研究の中には、ストップウォッチ法、標準時間、レーティング、PTS 法などの方法や視点が含まれます。稼働分析の中にはワークサンプリングなどの方法が含まれます。そして方法研究と作業測定を組み合わせた応用的な手法として連合作業分析、ラインバランス分析、プラントレイアウトなどが該当します。これらが IE の各分析手法の分類になります。方法研究と作業測定という大きな2つの分類とそれを組み合わせたものがあり、各分析手法はそのどこかに属すると覚えておきましょう。それでは次に、 IE の基礎となる作業研究の全体像について確認していきます。 IE 作業研究は、方法研究と作業測定の2つに分けられると前説で確認しました。方法研究においては、次のようなステップで進めていきます。まず、対象の選定を行います。次に、今行っている方法に対して現状分析を行いますが、ここで各種の分析手法を活用します。工程分析、動作研究、運搬分析、マテハンなどの基本的な手法に加えて、応用的な連合作業分析、ラインバランス分析、プラントレイアウトなどの手法が活用できますね。現状分析を行ったら、改善策の検討を行います。
投資を伴う方法改革、創意工夫による方法改善に対して経済性評価を行いながら進めていきます。そして最善の方法が確立されたら、さらなる改善のために対象の選定に戻ります。作業測定も同様に、対象の選定、時間に対する現状分析、評価、検討、最適な稼働時間や必要余裕時間を求めるという流れで行います。現状分析のステップにおいて、時間研究における稼働分析、連続観測法、ワークサンプリング、レーティングなどの考え方を活用します。作業測定においては、時間の見積もりの視点でも活用します。対象の選定、仕事の要素分解、測定、評価、見積もり、賞味時間から適正標準時間、標準作業量を決定していきます。この中で、測定、評価、見積もりにおいて、時間研究におけるストップウォッチ法、VTR 法、PTS 法、標準時間の考え方が有効となります。これらのステップを通して、最適な作業設計と改善、維持管理の継続的な実践を進めていきます。なお、ここに挙げたものはそれぞれを独立して行うのではありません。相互に補完し合って活用していくものになります。例えば、工程分析を活用し改善を行いながら、標準時間の考え方を用いたり、ワークサンプリングを行ってから動作研究を行ったりというような形で活用します。状況に応じて、自分たちに今必要な手法を活用できるスキルを身につけていきましょう。それでは次に、IE の代表的な分析手法に関して概要を確認していきましょう。一つ目は工程分析です。工程分析とは、各工程のものの流れ、あるいは人の仕事の流れを一定の記号で図表化することで問題点を見つけるための分析のことです。ここでワンポイントです。工程とは、ある段階から次の段階へと進むにつれて、完成または完了に近づいていく区切りのことを指します。生産や事務作業の流れには様々な順序がありますが、一定の切り口で区切ることで、仕事の段取りや管理がしやすくなります。工程分析により、作業の流れや手順の全体像を把握することができます。したがって、より詳細な手法を適用する前の予備調査として活用されることが多いのが、この工程分析です。工程分析の種類と特徴の概略を確認していきましょう。大きく4つの種類があります。1つ目は、単純工程分析で、作業と検査の系列だけを対象として、工程の流れや状態を分析します。2つ目は、詳細工程分析で、作業と検査に加え、移動、運搬、出待ち、停滞、保管、貯蔵などの状態を分析します。詳細工程分析は、さらに物を中心に分析する製品工程分析と、作業者を中心に分析する作業者工程分析に分けられます。3つ目は、連合作業分析で、人と機械、人同士の組み合わせ作業に対して時間的な経過の面から関連状態を分析します。連合作業分析は、方法研究に加えて作業測定に関する視点も含まれるため、本講義では方法研究と作業測定を組み合わせた応用的手法の講座に分類しています。4つ目は、運搬経路分析、別名、流れ線図とも呼ばれるもので、各レイアウトに対して、物または人の移動経路を線図にまとめて分析します。以上が工程分析の概略です。詳細の特徴や分析の進め方は、工程分析の考え方と活用法の講座で学習を行いましょう。2つ目は、動作研究です。動作研究とは、体の動きや目の動きを分析し、より合理的な動作を追求するための分析のことです。
ここでワンポイントです。動作研究は一般的には工程分析などにより問題として上がってきた工程に対して、さらにその詳細を分析するときに活用される手法です。全体を見るよりも個々の作業や動作の状態を分析する方法と位置づけられており、動作経済の原則を考慮して分析を進めていきます。動作研究ではモーションマインドが重要になります。モーションマインドとは、この動きに無駄はないのか、もっと楽に作業できないのか、動作の違いによる時間の差はないのか、といったような視点を持つことを指します。動作研究では分析手法を活用し、改善を進め成果を出しながら、このモーションマインドを育てることが狙いです。動作研究における代表的な分析手法は2つあります。1つ目は両手作業分析で、もう1つは微動作分析、通称サーブリッグ分析です。両手作業分析は作業を動作のレベルで分析します。作業者の右手と左手の動作の内容と順序をつかんで問題点を見つけていくイメージです。もう一つのサーブリッグ分析より粗い分析となりますが、目視で分析できるため比較的手軽に活用ができるという特徴があります。微動作分析、サーブリッグ分析は作業を微動作のレベルで分析します。作業者の右手と左手を中心とした18種類の基本的な動作要素を使い、作業を詳細に分析していきます。両手作業分析より細かい分析ができますが、詳細に分析できる分だけ手間と時間がかかってしまうという特徴があります。両手作業分析がやや粗い分析で、サーブリング分析が細かい分析であると覚えておきましょう。実際の活用シーンでは、両手作業分析で大まかに分析を行い、問題がありそうな部分を絞った上で、サーブリング分析で詳細を分析するような使い方をします。両方のメリットをうまく活用すると効果的です。以上が動作研究の概略です。詳細の特徴や分析の進め方は、動作研究の考え方と活用法の講座で学習を行いましょう。3つ目は運搬分析、マテハンです。運搬分析とは、付加価値を生まない運搬ロスの大きさを定量的に把握するための分析のことです。原材料や部品が工場に入ってきてから完成するまでに様々な工程を通ります。加工や組み立てなどの付加価値作業、賞味作業以外の付帯作業、付随作業をゼロに近づけるために、運搬分析、マテリアルハンドリング分析が活用されます。運搬と一言で言っても、工程内運搬、工程間、工内運搬、輸送、工場外運搬などがありますが、IE では工程内運搬、工程間、工内運搬を対象にした分析が中心となります。運搬分析には様々な種類があります。運搬工程分析は、物の流れの状態を運搬工程記号で記録し、取り扱われ方などを分析する方法です。運搬活性分析は、物の移動のしやすさ、活性から分析する方法です。この2つが運搬分析において様々なシーンで活用される代表的な手法となります。その他にも、空運搬分析、運搬稼働分析、運搬重量比率分析、運搬原価分析などがあります。以上が運搬分析、マテハンの概略です。詳細の特徴や分析の進め方は、運搬分析、マテハンの考え方と活用法の講座で学習を行いましょう。4つ目は、時間研究です。時間研究とは、仕事を要素に分割し、その実態を時間という尺度で定量的に測定、評価し、問題点を分析するための手法です。どんな企業にも、どんな人にも平等に与えられている時間。この時間をどう扱うのかは、経営において最も大事な要素の一つです。
時間研究は、仕事の中に潜んでいる非生産的要素を作業測定によって定量的に評価し、極力排除または軽減するアクションに正しく結びつけるために不可欠な方法となります。時間を正しく把握することは改善の第一歩です。第一歩を踏み外さないように、正しく時間を把握する方法を身につけることが時間研究の狙いでもあります。時間研究の方法、視点は次の通りです。現状の時間を測定する方法としては、ストップウォッチ法、VTR 法があります。ストップウォッチや動画を用いて、作業時間や作業方法を観察する方法です。昔とは異なり、IT ツールが発展した現代では、作業動画の撮影も手軽に行えるようになりました。基準の時間を設定するための方法としては、標準時間とレーティングの視点を押さえておきましょう。観察された作業時間や作業方法に対して、標準の時間や速度を決めるための考え方です。基準値から全体の時間を見積もるための方法としては、PTS 法が挙げられます。基本動作に対して基準の時間を決め、それをもとに全体の作業時間を見積もるための手法です。標準作業、レーティング、PTS 法について、もう少しだけ内容を確認してみましょう。標準時間とは、決められた方法と設備を用いて、決められた作業条件の下で、一定の熟練度を持った作業者が、標準的なスピードで作業を行うときに必要な時間のことです。ここでワンポイントです。標準時間においては、あくまで標準的なスピードが基準です。能力が高い人を基準にするわけではありません。標準時間がないと、予定通りに作業が進んでいるのかが分かりません。現状の何が問題なのか分かりません。作業のどの要素に対して訓練を行えばよいかが分かりません。標準のないところに改善はないと言われるように、標準作業がないといいのか悪いのかが分からないという意味で、大事な視点として捉えておきましょう。レーティングとは、観測対象作業のペースと正常なペースとを比較し、観測対象作業の中に潜む問題点を明らかにするための分析のことです。ここでワンポイントです。レーティングは、ベースレーティング、あるいはパフォーマンスレーティングとも呼ばれています。大前提として、そもそも人の動きには違いがあります。身体能力、熟練度、意欲などが誰でも同じではないからです。とはいえ、作業者が好きなペースで作業していると、工場が成り立たなくなってしまいます。そこで、レーティングという考え方が大切になってくるのです。レーティングは、一人一人が標準的なペースまで能力を上げていくためのアプローチ方法だと覚えておきましょう。PTS 法とは、人が行う作業を基本動作、微動作レベルまで分解し、その基本動作に前もって定められた時間を算出し、そこから作業時間を見積もる方法のことです。PTS 法は、プリデターミンタイムスタンダーズの略で、事前に決められた時間の標準値を意味します。種類には、MTM 法、WF 法、モダプツ法などがありますが、基本的には同じ考え方で分析を行います。ここでワンポイントです。PTS 法では、あらゆる作業は、ある基本的な動作の組み合わせにより成り立っていると考えます。複雑な作業でも、細かな視点で見てみると、基本動作が連続しているだけであり、基本動作に時間設定を行えば、作業全体の時間も算出できるという考え方がベースとなっているのです。以上が時間研究の概略です。詳細の特徴や分析の進め方は、時間研究の考え方と活用法の講座で学習を行いましょう。5つ目は、稼働分析です。稼働分析とは、
一定期間の生産活動の中で人や機械がどのような要素にどれだけの時間をかけているかを明らかにするための手法です。時間研究の一つとして扱われ、人の働きがどのような状況かつかみ、改善の切り口を見つけ、改善前後の時系列的な変化をつかむために有効なツールです。稼働分析の活用場面としては、次のようなものが挙げられます。まずは、作業改善の切り口を見つけたいときです。生産活動においては、価値作業のみが価値を生む要素です。それ以外の要素はすべて生産を阻害する要因であり、排除、削減する必要があります。稼働分析では、価値のある作業の割合がどのくらいかを分析することができます。また、稼働状況の時系列的な変化をつかみたいときにも有効です。生産負荷に季節変動がある場合は、時期別、期別、時間帯に稼働状況の変化をつかむ必要があります。変動要因を分析し、より安定した稼働率を維持する方策を決定するために、稼働分析は一定の役割を担うのです。稼働分析の代表的な手法は3つあります。1つ目は連続観測法です。現場観察やビデオなどで作業を連続的に観測する方法で、正確な測定ができるが手間がかかるという特徴があります。2つ目はワークサンプリング法です。観測するタイミングを一定のルールに沿って決め、観測した瞬間の稼働状況をサンプリングにより把握する方法です。正確性は若干落ちるものの、比較的手間をかけずに実施ができるという特徴があります。3つ目はセルフタイムスタディ法です。自分の仕事の1日の実績を所定の記録表に書き込み、一定期間分を集計することで、人の稼働の全体像を明らかにする方法です。連続観測法とワークサンプリング法の中間のような手法となります。以上が稼働分析の概略です。詳細の特徴や分析の進め方は、稼働分析の考え方と活用法の講座で学習を行いましょう。6つ目は、連合作業分析です。連合作業分析とは、単数あるいは複数の作業者及び機械の組み合わせ、連合において、時間的な面からより効率の良い方法を見つけ出すための分析のことです。組み合わせには、1人の作業者と1台の機械、1人の作業者と複数の機械、複数の作業者同士、複数の作業者と1台の機械、複数の作業者と複数の機械など、様々あります。それらの組み合わせに対して、どの時間でどの動きがあるのかを細かく分析していくのが連合作業分析です。ここでワンポイントです。生産現場だけではなく、事務所、工事現場、病院、交通機関など様々な場面で組み合わせ作業は存在します。そのため連合作業分析は様々な業種で活用できる手法でもあります。連合作業分析の詳細の特徴や分析の進め方は、方法研究と作業測定を組み合わせた応用的手法の講座で学習を行いましょう。7つ目はラインバランス分析です。ラインバランス分析とは、生産ラインにおける各工程の能力の差をなくし、効率のいいスムーズな生産の流れを実現するための分析のことです。ラインバランス分析は、まさに工程分析と時間研究の応用手法となります。ラインバランス分析の活用場面としては、次のようなシーンが挙げられます。人の能率を向上させたいとき、機械の稼働率を向上させたいとき、リードタイムを短縮させたいとき、機械化、省力化を行いたいとき、工程設計や工程編成を検討するとき、ラインバランス分析の詳細の特徴や分析の進め方は、方法研究と作業測定を組み合わせた応用的手法の講座で学習を行いましょう。8つ目はプラントレイアウトです。プラントレイアウトとは、工場の中で動くもの、
材料、部品、仕掛かり品、製品を最も経済的に生産するために、機械や物の置き場、作業者の配置などを計画することです。工場の中では、機械設備、自工具、原材料、部品、仕掛かり品、半製品、製品などの各種置き場や、通路、休憩スペース、出入り口、共用施設等の場所など、さまざまな配置を考えなければなりません。これらをどう設計するかにより、工場の効率は大きく変わります。効率のいいレイアウトを検討するために、プラントレイアウトの考え方や手法が役立ちます。プラントレイアウトの詳細の特徴や分析の進め方は、方法研究と作業測定を組み合わせた応用的手法の講座で学習を行いましょう。ここまでで各種の分析手法の概要を確認しました。今一度各分析手法の位置づけを生産の流れと合わせて整理してみましょう。まず工程分析は、工程内あるいは工程間のフロー流れを分析するときに活用します。動作研究は、作業者の体の動きを分析するときに活用します。運搬分析マテハンは、工程内工程間の運搬の仕方を分析するときに活用します。連合作業分析は、人と機械の組み合わせ、組作業の組み合わせを分析するときに活用します。ラインバランス分析は、工程内工程間の各作業の負荷のバランスを分析するときに活用します。プラントレイアウトは、工程の中の人や機械設備などの配置を分析するときに活用します。稼働分析は、一定のエリアに対する人と機械の稼働の割合を時間軸で分析するときに活用します。そして動きや稼働は時間研究という考え方を用いて測定分析を行います。さらに時間研究は、標準時間、レーティング、PTS 法の考え方が絡み合ってくるのです。どうでしょうか？全体像はイメージできましたか？どういう目的、対象に対してどの手法を活用するかによって得られる効果は大きく変わってしまいます。全体像を抑えた上で手法選定を行うようにしましょう。最後に第2章のまとめをしましょう。第1問、 IE は大きく何と何に分類できるでしょうか。方法研究と作業測定です。第2問、方法研究にはどんな分析手法があるでしょうか。工程分析、動作研究、運搬分析、マテハンなどが該当します。第3問、作業測定にはどんな分析手法があるでしょうか。時間研究と稼働分析などが該当します。時間研究の中にはストップウォッチ法、標準時間、レーティング、PTS 法などの方法や視点が含まれ、稼働分析の中にはワークサンプリングなどの方法が含まれますね。第4問、方法研究と作業測定を組み合わせた応用的な手法にはどんな分析手法があるでしょうか。連合作業分析、ラインバランス分析、プラントレイアウトなどが該当します。第2章ではたくさんの分析手法が登場しました。実践においては全体像を抑えた上で適切な手法を選定できるようになりましょう。以上で第2章 IE の全体像と代表的な分析手法の講義を終わります。引き続き第3章 IE の対象と活動への取り入れ方の学習に進みましょう。この講座があなたの今後の活動に役立つことを心から願っています。それではまた次の講義でお会いしましょう。